夢をいっぱい咲かせよう。君とバッバッとバッとバッとワンゴー。スイーツモンスターのスイートチェック。皆さんこんばんは、劇団スマイルバケーションのスイーツモンスターこと安藤ゆきみです。暖かくなってきたと思ったらまた寒さが帰ってきて花粉はありで、皆さん体調崩したりしてませんか？今日のゲストさんにもなんか一人すっごい鼻声の人がいるんでちょっと皆さん楽しみにしててもらえたらいいかなと思います。さてこの番組、タイトルに含まれているスイートの意味なんですが、実はこれ甘いだけじゃないんです。英語の会話の中で何かを言われてスイートって返すと、それ素敵だね、いいねっていう意味になるんですね。そんな世の中にたくさんあるスイートなものをチェックしていく番組です。そんなわけで今日のスイートを一緒に紹介してくださるゲストさんを早速お呼びしたいと思います。ダンスオーパフォーマンスユニットスペーズさん。こんばんは、みんなの弟桐山亮です。こんばんは、君に飼われたい大型犬リーダー朝霧月です。こんばんは、永遠の中二病鈴川明です。こんばんは、スペースのチャラメガネこと高月圭です。よろしくお願いします。あなたの夢を叶えます、スペースです。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんお分かりになりましたか？誰が謝られたか。クイズ形式なんですか？誰だろう。誰かな。目だろ。目だよ。じゃあ大丈夫ですか？風邪ですか？花粉ですか？花粉です。まあマイクの横に、うん、ね、ティッシュが常備されてるので。お花に優しいやつ見てる。しかも結構大きめの箱ティッシュ。できえできえ。いや皆さんお久しぶりです。はい、お久しぶりです。いや1年ぶりですよ。そんな感じしないですね。そうですね。2、3年一緒にいるみたいな感じで常に。本当に頻繁に会いすぎて。そうですね。本当に。俺1年だったかな、ちょうど1年ぐらいなんです、ね、そうなんです。前回皆さんが出演してくださってから本当にちょうど1年ぶりに、お帰りなさい、ただいま、お帰りなさい、お帰りなさい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に1年前はまさかこんなに濃密な1年を過ごすと思ってませんでしたから。そうですね。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。やってた打ち合わせがもう今回はバッキーアイアイとそういうふうにして1年の時を感じますね。ありがとうございます。さあ、私たちにとっては1年ですが、ラジオを聴きの皆さんにとってはですね、スペーズさんのことを知らない方もいらっしゃいますので、皆さんの活動のことをちょっとお伺いしていきたいと思うんですが、どんな活動をしているか聞いてもよろしいでしょうか？もちろんです。教えたて。はい、俺たちダンスパフォーマンスユニットスペーズは名古屋を中心に歌、ダンス、お芝居、お笑いなどマルチにパフォーマンス活動している6人組のダンスユニットです。はい、今日はですね、来ていただいているのは4人ということで、そうです、お邪魔しております。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、本当に皆さんいろんな活動をされてましてですね、私もよくライブに足を運ばせていただいてるんですけど、ありがとうございます。もう皆さん礼儀正しすぎて、どうしようどうしようってなっちゃって今日はですね、そんな皆さんの活動にもちょっと皆さんにこう、なんていうんですか、リスナーの皆さんにちょっと体験していただきつつな放送を届けできたらなと思っておりますので、ぜひお楽しみください。はい、します。さあ、早速なんですけども、スペースの皆さん宛てにメールをいただいておりますので、こちらを読んでいきたいと思います。はい、ラジオネームバブちゃんの母ちゃんさんからいただきました。母ちゃん、母ちゃん、母ちゃんメール送ってきたの？どういうこと？バブちゃんの母ちゃんだ。母ちゃんですよ。ありがとうございます。いきますね。はい、ゆきみさん、スペーズさん、こんばんは。こんばんは。ラジオ収録楽しんでますか？楽しんでます。全部聞けばわかるでしょうよ。ゆきみさん、いつもお世話になってますということで、お世話になってます。本当にお世話になってます。スペーズさん、ここ1年でたくさん外部の舞台に出演されてますが、こういう役やってみたいなんていうのはあったら教えてくださいということでいただきました。
まあ、この1年本当に皆さんそれぞれいろんなところで自分たちのホームのライブ以外にも出られてると思うんですけど、はいはい、簡単にちょっとどんな舞台に出たか教えてもらってもいいですか。はい、はい、まず順番的には、はい、僕は、はい、アリスインプロジェクトっていうアイドルさん、名古屋のアイドルさんが出てる舞台に男装として出演させていただきまして、ちょうど6月ですかね、去年の6月に出させていただいて、その時は結構本当はあのフリフリなお蝶夫人みたいなお蝶夫人の役っぽかったらしいんですけど、まあ、桐山亮だということで全然違う 役を、すごい、でも笑いちょっとコミカルなっていう感じの役だったので、どっちかといったら僕はなんだろう、コミカルにどうしてもなっちゃうので、真剣なこうかっこいい役をやってみたいなっていう、なるほど、一切おちゃらけなしの真剣な役をやってみたいな、ね、できなかったからこうなっちゃったなっちゃったのね、これからぜひやってみたいということで、やってみたいなっていうのが楽しみだね。ありがとうございます。さあそして、はい、まあ、昨年は俺と K で、ゆきみさん所属されている劇団スマイルバケーションさんの10周年の特別企画トラストっていうこの舞台に出させていただいて、はい、まあ、サリーという役だったんですが、うん、まあ、まあ、男か女か分かんないような男装として出させてもらって、うん、名前可愛いのに、ね、めちゃくちゃ可愛いですよね魔女っ子みたいなのもねあれで結構全然いかついキャラだったね。そうですね、なんかちょっと狂った感じの子だったんですけど見た方分かりますよ ね、 ね、はい、うん、俺はですね、そのなんかシリアスなものをやりたくて、お、はい、であと刀を使った盾とかがやりたくて、かっこいい、で絶対そういう役としてはなんか裏切る役がしたいです。おお、その主人公だとかに付き従って絶対こいつだけは裏切らないっていう信頼されてる中、うん、何か信念を持って裏切るっていうのをやりたいです、どうしてもみたいな、なんか家族が死に取られてるとか、うん、でやりたいですね。うわ、具体的すぎて、まあ、自分で書くしか書くしかない書くか誰か書いてくれませんかでぜひあの名乗り出ていただけるのを、はい、待ってます。さあ続きまして、あ、俺でいいですか。はい、あの、ケイ君はイスキー君のダブルキャストとして同じ公演に、ね、はい、出てましたし、あの7月にもあの、はい、ゆきみんさん主催の心図書館にも出させていただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。あのその時にねやった役が幽霊で、そう幽霊で、ね、であのトラストではちょっと頭がちょっとね、はい、あの弱い感じの弱いのちょっと狂っちゃった感じの役だったので、はい、まあ、まず普通の人あ人間から始める贅沢だな普通の人やりたいなっていう具体的に言うとやっぱこうちょっと真面目というか、あのまあアクションだったりとか怖い話だったので、こう人を泣かせられるような話に出てみたいなというふうには思いますね、真面目に言うと。ありがとうございます、はい、さあそして、はい、僕はですね、あの舞台ではなくてあのザ・三大という即興劇のイベントに出させていただきまして、すごい、いや、これの時にですね即興であの探偵はいいんですけど、動画に残ってるやつで探偵をやったんですけど、はい、それはいいんですが、うん、もう一個、まあ、YouTube に上がってないやつで、あのリア充絶対殺す聖人っていうのをなんだよそれ、やばい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 、なんだよ、やりまして、はい、こうまああの即興なんですけど、そのあたりにいるカップルをあの片っ端から刈り尽くすタイプの宇宙人を刈り大好きなんだ、いやあれはアキラのキャラとして持ってていいと思う。あれはアキラしかできない。あれね、あの本当に良かったのかなと思いながら、そのあとこういうのちょっと思い出しながらもう一回やりましたけど。ということでね、あの、はい、即興劇も楽しいんですけど、うん、やっぱりちゃんと台本のあるやつで、台本があるからこそ、うん、あのなんか必殺技とかそういうのを、うん、あの即興はちょっと考えるのなかなか難しいな。必殺を叫んだりするようなやつやりたいですね。さすが永遠の中人そうだね、いやみんなそれぞれなんか色があって面白いですね、なんか意外と被らなかったというか、確かに、そう、
なんかやってきた役もそうですけど、うん、やってみたい役もいろいろ違って面白いなっていうふうに思いました。ただなんかそのちょっとやってみたい役にも若干つながってくるんですけども、はい、本つメールいきたいと思います。ラジオネームショコラさんからいただきました。ありがとうございます。スイートだね。ゆきみさん、スペーズの皆さん、こんばんは。こんばんは。スペーズさん、2回目の出演おめでとうございます。ありがとうございます。ゆきみさん、いつもお世話になりました。みんなありがとうございました。お母さんからね、そういうテンプレートなんだけど。さあ、もう3月で年度末も近いわけですが、はい、新年度の目標はありますか？できたら一人ずつ、ゆきみさんの目標も聞いてみたいです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。まあさささっとどんどんねこう時間が落ちてきちゃうとあれなので、ね、シンプルに皆さんの目標を聞いていきたいなと思いますので、はい、これじゃあどんな順番でいきますか。じゃあ出席順で桐山寮からいきましょうか。そうです。自分は目標は夏フェスに出たいなっていう。フェス出ちゃう。フェス、はい、フェス出ちゃう。フェス出ちゃう。ウェイウェイしたい。結構学ランは暑いですけど、でもまあ脱いじゃったりして夏フェスとか水かけたりとか夏フェスすごい出たい。めっちゃ盛り上がりたいですね。そう、そして、はい、あ、じゃあ、あ、2番、はい、2番じゃない、2番、2番、ね、マイク番号で。俺は修学旅行行きたいです、メンバーで。ずっと言ってるね。ずっと言ってる、京都に。京都でもいいし、どこでもいい、どこでもみんなと一緒楽しいんだけど、うん、一番楽しみなのは、なんだ、枕投げ。すごいね、どこなんだよ。めっちゃ親の親の手の枕投げが一番楽しみです。壊さないようにね。そうだね。絶対、ね、クレーム来るわ。出禁になりたくないよ。さあ、そして、はい、出席番号だと僕か。はい。うん、ですね、みんな疲れてくると下ネタがよく出てくる。思ってるので、今年度じゃないわ、新年度は下ネタを減らす。無理。待って行っちゃうもん。生理現象。生理現象じゃないよ。疲れたら出ちゃう。出ないよ。出るんだよ。本当は出ないよ。吐息を混ぜるな。ラジオですから。音だけで音声を悪用して。やばいね。とんでもない目標も出てきましたけど、はい、その最後は、はい、俺は新年度の目標は、うん、スペーズの裏ボスになる。裏のドン。表じゃないの。裏でこうなんかこうニュージニアの実験を握ってるのは俺だぜってやりたい。だから俺操られてる感じなんだね。多分そうだね。なるほど。リーダーを裏からサポートしてじゃあ。今の裏ボスの感じは全然サポートじゃなかったね。サポートしないだからプラス思考に考えます。というわけでショコラさん、スペードの皆さんの目標はそんな感じみたいです。ゆきみさんの聞きたいです。私の今年度の目標ですよね、はい、スペーズと舞台を作る。ぜひちょっと言い直してもいいですか。ゆきみさんのすごい取り繕われてるけど大丈夫ですよ。でもやりたいです本当に。いや、ぜひぜひ。去年ね、いろんなこと一緒にやってきたので、今年は本当にみんなと対私ぐらいの感じでできたらいいなって。今ちょっと公共の電波に乗せちゃったな。客席かさお願いします。出していったかリーダーですよね。そう、はい、なんでね、今年度の目標はそれにしていきたいと思いますんで、今年も1年どうぞよろしくお願いします。はい、ます。さあ、そんなわけで今年度の目標のお話をしましたけども、はい、スペーズさんは先ほどもお話ししたようにいろんな活動をされているということで、はい、今日はそのちょっとチラ見せというか、つかみ食いというか見せてもらえるんですよね。さっきから吐息を混ぜてた。さあ、どんなことをやっていただけるのかという話なんですが、はい、聞いちゃいますね。聞いちゃいますか。いいですか。今からね、やらせてもらうのが、スペーズ13号という、はい、スペーズ内ユニットの、コンビなんですけども、はい、ちょっとスペーズの中でも異色の
コンビで、そうですね、派生、うん、派生ちょっとぶっ飛んだ、あの全体飛び道具やな。コンビっていうからには、あのなんていうんですか、お笑いとか。そうですね、お笑い、お笑いですね。その顔はなんだ。でもね、歌、ダンス、芝居、お笑いもやってる、はい、その中のお笑い。そうです、メンバー内でこう今23号までそれぞれのメンバーが組を作ってあるんですけども、その中で桐山亮と高槻圭が組んだスペース13号をちょっとやらせてもらいたいなと思います。はい、内容がね、はい、大人な感じなの で、ね、ちょっと未成年の方とか苦手なよっていう方はちょっと5分ぐらいミュートにしてもらっていいですね。ちょっとミュートにしてもらって5分だけちょっと仮眠するとかいう感じでちょっと聞き流してそれで見てもらえばいいかなと思います。はいはい、では皆さんにお聞きいただきましょうか。はい、楽しんでください。楽しみだな。いやいいのかな。大丈夫かな、はい、では行きましょう。スペース13号です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ曲を聞いてもらって、いやいやいや、ちょっと待ってください。弁明を弁明弁明を、あのもう、えじゃあもうあれが滑ってる、ね、あれが滑ってる、ミュートされてる皆さん戻ってきてください。はい、いや、すごい、18禁みたいに聞こえるかもしれないんですけども、全くやることしてないですからね。そんな言われてみれば確かに、あの皆さんピアス入れますよね、いてもいいですよね、ね、なんかそれをやったんですよ。そう、なんでそんな指紋に考えるんですか。そうだね、私が悪いのか。そう、聞こえる方が悪いんですよ。そうだね、すげえなんかドヤ感で言い込められてる。でもなんか納得しちゃった。そうか、俺が悪いのか。そうです。ちょっともうちょっとだけスペースの弁明させていただくと、こんな風なネタをやるのは本当ここだけなので、飛び道具ですからね。他のコンビはこんなことやらないですし、普段やってる演技の演目とかも笑える感じなので、一切そんなことはございませんので。なんで今回これ持ってきたのか、僕たちもちょっと分からないんですけど、これでいいのかなって不安はあったんですけど、いろんなことをやってるっていう、この時間の電波で本当に良かったのかな。今年度の目標なんだ、来年度の目標なんだ、新年度の目標は下ネタを減らす。無理でしたね。ほらもう下の目が乾かぬうちにもうやられちゃいましたよ。下ネタじゃないよ。ほら違っちゃった。爽やかなスペースさんのイメージを取り戻すためにも、はい、もう曲をね、聴いていただきたいと思います。はい、じゃあ飛び道具じゃない二人に紹介をしてもらおうかな。はい、それではスペースで君待つと。はい、スペースで君待つとお聞きいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。しっかり雰囲気変わりましたかね。爽やかになった。この30分の番組でいろんなスペースさんの味をありがとうございます。そうですね、もっともっと皆さんのことを知っていただくために、どこに行けばスペースの活動が見られるのかという紹介をしていただきたいと思います。はい、キンキンの告知ですと、3月31日、スペースの定期公演があります。場所は、栄にあるロックス栄というライブハウスにて、お昼11時半と14時の2回公演になってます。今日みたいな歌や、あんな感じの歌もやるかもしれませんけども、なんで、はい、いろいろ楽しんでいただけるようになっております。はいはい、うん、そしてさらに4月2日、こちらは L1 グランプリというイベントに僕たちスペースが、出場させていただきます。はい、平日、夕方18時半からスタート、ライブのパフォーマンスで一番いいグループを決めるというイベントになっております。皆さんぜひぜひ応援しに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、場所は審査会のハートランドさんです。はい、そしてスペースさんは毎週配信もされているということで、はい、ちょっとだけお伺いしてもいいですか。はい、そうですね、僕たち毎週木曜日22時半から LINE ライブにて配信をしております。出演するメンバーはちょっと直前に告知をさせていただいてるんですけど、30分間、さらに視聴者数が伸びれば伸びるほど放送時間がだんだん伸びていくという、はい、素敵なライブになっております。はい、はい、なのでぜひ現地でも、そしてお家でもね、スペースさんのことを、はいはい、見ていただけたらいいかなと思います、はいはい、そしてさらにさらにお聞きの皆様に、はい、素敵な情報がございます。なんだろう、なんだろう、持ってるよ、はい、俺たち、はい、ポストカードを、お聞きの方にプレゼントしたいと思いまして、ありがとうございます、ありがとうございます。今回出演メンバーのサイン入り、絵柄が2種類、こちらが1枚ずつ、うんですね、これを5名様に
プレゼントしたいと思います。サイン入りポストカードが2枚セットでプレゼントで届くということですね。そういうことです、はい、ありがとうございます。さあ応募方法なんですけども、方法放送をお聞きの皆さん、あのメモをしっかり取っていただけたらなと思います。メモ、この番組の、メールアドレス、この、ごめんなさい、このミッド FM のメールアドレスでございます。 mid-fm@web.co.jp ミッド FM ウェブco.jp となっておりますので、こちらにですね皆様、スペーズポストカード希望と書いてですねご応募いただければと思います。なんていうんですか、その発想を持って発表と返させていただきます。当選は発想を持って発表と変えさせていただきますので、はい、あの普段この番組でプレゼント企画ってやらないんでちょっと私も不慣れなんですよね。ぜひ皆さんご自身のお名前、住所、あの当たった時に届かないといけませんので、お名前、住所を書いていただきまして、どしどしご応募いただければと思います。ありがとうございます。送りました自分でね。はい、というわけであっという間のお時間でございました。やばいなぜひまた遊びに来ていただけますように、はいはい、私も頑張りたいと思いますので、はい、まあ、新年度も、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで本日のゲスト、ダンスパフォーマンスユニットスペーズさんでした。ありがとうございました。おやすみ。あっという間のエンディングです。いや、賑やかな放送でしたね。私もすごい楽しかったです。さあ、スイートチェックは毎月第4火曜日夜9時30分から放送しております。ぜひ来月も私とスイートチェックしてくださいね。お相手は劇団スマイルバケーションのスイーツモンスターこと安藤幸美でした。今夜もスイートな夢を。また来月。